バージョン 2.0.0 大型アップデートが入ったみたいですね。なんかホームページ見たらめちゃくちゃ変わってました。待って、新しい、そう、ギア、まずギア、スプラトゥーン1の Wii U で自分がめっちゃ使ってたオーロラヘッドホンが多分追加されたみたいです。もう完全にお亡くなりになったと思ってたけど、まさかの復活っていう、というかもしかしたら逆に人気があったからちょっと出し惜しみされてたんじゃないかっていう個人的感想なんだけど、でそれ以外にもいつも通り武器とかギアとかサブウェポンの修正があり、スプラスコープメインの自分として変わったのはパッと見たところこれですね。ハイパープレッサー、降下時間を60分の15秒短くしましたってことで自分はマイナスだけされるっていう感じで、いやー、そう、全然こっちのデータ変わってないんですけど、いい感じにランク49からランク50に行くぐらいが動画パート50ぐらいになるかなとか言って思ってたんだけど、なんかもういつの間にかランク、あれ、99まで行くようになったみたいで、で、しかも、その後ランク1に星がついて戻るみたいなのがあるらしくて、もうランクカウントがなくなったみたいです。あ、新しいサービスが。ん？買い替えができる。あ、なんかまた新しいのが、他のシステムも追加されてるみたいですね。とりあえず全部買ってるけど、お金がね、ギアクリーニングしすぎて、本当に溜まってないっていう。こんなのあったっけ？ああ。ギアのかけらは多分だいぶ多い方だと思うんだけど、どうなんだろう。全然使ってないから、溜めまくって、超溜めて全然使ってないみたいな。とりあえず今日は無難に久々にハイパープレッサーゲーガチアグラを、あー微妙なステージガチアグラなんか、ちょっと待って、今ガチアグラの腕前結構やばくなかった？全然無視してたけど、あ、そう、深刻な素材不足も解消してだいぶクリーニングしやすい感じになったんで、この3つのギアで久々にやろうと思います。あと、そうだ、ガチアサリとかいう全く新しいガチルールもできるみたいで、なんか完全に変わってきそうだけど流れが。だいぶ最初に慣れておかないと、なんか初っ端腕前落ちて始まりとかありそう。あれ、ちょっと待って、どこ、乗ります、足ぬプレス打ちます。ただ短くなっただけなんだよね。助けて、倒してくれた？あれ、近っ、うわうわうわ、目の前にいた、やられたよ。自分としてはハイパープレッサーが短くなっただけだから多分今までより若干不利になったんだろうけど、まだ今のところあまりわからない。バプレッサー撃つぞ。んー、ちょっとタイミング待つ。このタイミングやば、
と押さえとく。倒してくれた？倒れてない。うん、死ぬ死ぬ。つらい。うわーうわー、裏にいた。あっち側にいるんだ。あっちから行ってみようかな。ね、やば。一旦引こう。どこにいるかわかんねえ。めっちゃ潜むしな。とりあえず恒例のハイパーブレスターを。ちょっと遅くなった。シールドが。倒してね。あとホットブラスター。なんか全体的にやられてんな。やば。この裏取れたっけ。微妙いな。あれ、クソ当たんね。やばいな。全然ハイパープレッシャー短くなったのは分からなかったけど。うわ、当たんねえか。あれ、待って、すごいやられてる。きついな。うわ、外す。全体的にやられてたな。ちょっと待って、腕前やばいかもしんない。なんとなく負けムードから始まってるけど、まだみんなランク50なのかな。うわー、フィビ3つ。フィビ3つでここって結構やばくない？俺前回どんな終わり方したんだこれ。久々でこれはきついぞ。え、ちょっと待って。何これ。カスタマイズして続ける。あ、このまま続けられるんだ。へえ。いやでもギア割とこれいいはずなんだよな。ハテナ多いけど。あんまり、ほとんどクリーニングで取っちゃってるから、このまま行きます。あ、このまま続くんだ。どうなんだろう。あー、割とすぐ来た。ちょ待って、ヒビ3つ、これはやばい。あ、でもゼロまで落ちないんだっけ今。なんか前は一気にゼロまで落ちてたらしいけど、今マイナス5ぐらいまでだっけ。いやー怖いね。でも落ちると一気にあれだからな。
お、強いぞ。味方ゲーだ。ああ、もうゴミゴミゴミ。うわ、強い。なんだなんだなんだ。ローラーが強いのか。あ、もう何これ。あ、味方運、あ、やばいやばいやば。味方運強いモード来るかもしれない。ラッキー。あ、外した。くそー。え、強っ。ちょ、待って、何さっきとの差。相変わらずの味方って言うんだな。ヒビ3つはやばい。でも多分あと1回は負けても大丈夫なんだよね。なんか本当に落ちそうな時ピンチって出る気がする。これ何回勝てばいいんだ。あと3連勝ぐらいしないといけないのかな。あんまないんだけど、どんな終わり方したんだマジで。ランク52がいたわ。もう早速ガンガンやってる人は強いんだな。やめて。武器3人光ってた。待って、何これ。びっくりした。BGM が。ちょ待って、干渉してる場合じゃないんだって。今エスプラ50からの降格戦が、50じゃない。エスプラが11か。全然普通。あ、やば、やばな。うわー、死ぬ死ぬ。くっそ。くっそ。すごいな。なんかジャズっぽい。ジャズピアノ感が。うわー。ごめん。なんかマリオでもこういうトランペットの感じ聞いたことあるかも。ちょ待って、音気にしちゃう。ピアノ荒ぶってんな。回線落ち運来たよ。配線落ち多いな。セーフ。さあ今度こそ勝負どころ。めっちゃ回線落ち多いんだけど、ほんと腕前落ちないシステムはいいわ。あれ、くっそ。うまいな、あのカーボン。やばい。プレッサー打ちます。溜まってなかった。後ろから来てるな。危な。マジでこれやられる。微妙なとこだな。めっちゃ乗るな相手。どこだ。
やばい。ちょっと待って、必死なんだけど。うわマジかよ。めっちゃやられたぞ、今ここで。あとチャージャーだけ。うわこれマジで、うわめっちゃやられる。ちょっと待って、タイミング悪いな、いろいろ。こっち確保しとこう。うまっ、全然見えんかった。このカーリングローラーがすごいな。いざ相手にすると本当に見えない。本当味方任せになってる。危な、なんでこんな相手復活早いの。カーリングローラーで一気に攻めてくるからか。このローラーうめえ。ここでやられる。タイミング合わなかったな。ローラーうまピンチ、やばい、久々に見たぞこのピンチ。いやー負けなしで2連勝しないといけない。あここでスケジュール更新かよ。もう次回最悪じゃんこれ。あー辛かった。もうこのままやろう。